現、福永は、アメリカ合衆国の事業家。ファニメーション会長兼 CEO。妻は、ファニメーション共同創設者のシンディブレナン福永で、子供は3人いる。おじは、プロデューサー、演出家の堀長文。兵庫県伊丹市で生まれ、インディアナ州ウェストラハイエットで育つ。8年生時に一度日本に帰国した後、アメリカに戻り、 ウェストラフィエット高校を1979年に卒業。同年からパドゥー大学で電気工学を学び、1984年に修士号を取得。1987年から1989年までコロンビア大学ビジネススクールで学び、経営学修士号を取得。 1984年8月から1987年8月までフロリダ州ボカラトンの IBM にてエンジニアとして勤務。1989年から1990年までニューヨークのアクセンチュアにて上級顧問を務める。1990年からタンデムコンピューターズのプロダクトマネージャーを1994年まで務め、同年に ニューヨークのアクセンチュアにて上級顧問を務める。1994年に日本製アニメ、実写映画を中心にアジア製の映像作品をアメリカに配給する企業、ファニメーションを妻の心理と共に設立。アニメ関係の仕事を始めた理由として、日本に一時帰国した際にアニメの面白さを知り、それを紹介したいと思ったと述べている。 おじの堀長文が東映に勤めていたことから、ファニメーションの最初の資産として、ドラゴンボールシリーズの北米における権利を東映アニメーションから取得。ドラゴンボールシリーズが1998年にヒットしてから事業を伸ばし、ファニメーションは北米最大の日本アニメ企業に数えられるまでになった。アメリカのカルチャー業界史、アイクフには2006年に福永を アメリカのアニメ業界で一番影響力がある人物に選んでいる。2005年、ファニメーションがナバールに買収された後も、社長の地位を維持し、2011年に自身を含む投資家グループがナバールからファニメーションを買い取った。2011年、ガメサンバの取締役会長となる。2017年、ファニメーションがソニーピクチャーズテレビジョンに買収された後も、 同社の社長職を継続していたが、2019年2月に辞任し会長に就任した。ありがとうございます。